放課後に勉強っていうかあるね、あのエントリーシート書いてたんですけど、今からホストマザーとミーティングがあります。あのロスでのホストマザーとミーティングがあります。今一緒にプロジェクトに取り組もうっていう話をしてて、それで今そのプロジェクトについてお話をします。ジャパニーズガールセラン、今学校を出て電車に乗ってバイトに行きます。チャンネル登録よろしくね。今0時半を過ぎています。ちょっと疲れたって感じなんですけど、今日は金曜日なんで明日は学校がない。